次行くよ、うん、もっと初湯に水の音がすごい、わーすごい、はい、はい、今日は山口市にあるファビエル記念聖堂に行ってみたいと思います、うん、山口市は、日本で初めてクリスマスのミサが行われた地なので、12月になるとクリスマスの催しがめっちゃある、うん、ね、でクリスマス市って言われてます、そう、うん、ちょっと手前にね、行ったことないよね、行ったことない、初めて、 私はね、ある、そうだからね、手前にね、すごいちょっと坂が、多分ね、記憶で多分すごい坂があるから行ってみたいと思います、行くよ、うん、レッツーゴー、シュッ、ちょっとどこ出るかわかんないけど行こう、レッツゴー、いやー寒いね、寒い、めちゃくちゃ寒い、風切り音とカメラが車体に当たってカタカタ言っているので聞き苦しいかと思いますが、お付き合いよろしくお願いします。山口市は山口県の中でも盆地に当たるので、冬は積雪もかなり多く気温が低く寒い地域です。あっちあったじゃん、県庁所在地や商業地、温泉街などがある土地なので道幅が広いです。左今日はユニが分かってないよ。通量がとても多いので、車道に慣れてない方はちょっと怖いかもしれません。この建物を目印に来られるといいです。なんか車めっちゃ多くない？勾配がどのくらいあるかわからなかったので、このままノンストップでヒルクライムに突入しようと思ったのですが、ちょっと止まらんと無理や。きっつ。きつ。疲れた。立ちこぎの練習になる。この坂。最大9か。ね、うちなんかね、アズが7よって言った時から9やったんよ。嘘。なんかスピード左で速度やない？あ、速度、うん。なんかね、思ったよりそんなに勾配ないけど、うんうんうん、まあ距離が短いから。あと車、今すごい車が多いのでちょっと急いで登らなきゃいけないね。そうね、結構煽られるそうやね、はい、ここがザビエル記念聖堂です、うん、はい、ああね、ちょっと気になる方はクリスマスの歴史とかね、うん、あのフランシスコザビエル、うん、の歴史とかね、うん、調べてみてください、うん、登ったよ、登ったよ、うん、ちょっと鐘鳴らして帰ろうね、そうだね
幸せの鐘、なんか縁じゃん。鳴らし方とかあるん？手前？手前？あ、うん。振り子をしっかり手に持って、はい。手前に引いてください。どうぞ、思いっきり。うん、いい音。もっと。こっちね。こっち行って。なにこれ。うん。これは。お。フランシスコ サビエル。サビエルさん。お説教中のサビエルさん。あとこの羽が、鐘がこれだって。よし。じゃあ今日は山口市にある、うん、サビエル記念聖堂に、うんうん、たので、うん、クリスマスやし、うん、良いクリスマスをお迎えください。お過ごしください。はい、はい、じゃあ帰ろうね。はい、はい、歌1時間ごとに鐘が鳴るらしいです。いいね、保育園がね近いけ、うん、賑やか、おしゃんやね、うん。初湯に。わあ、すごい凍ってる。今朝山口市の気温はマイナス5度。マイナス5度。やばい。初湯に、そうそう、ここにね、建物の、うん、左側に、左手、うん、聖母マリア像、そう、おお、いいね、うん、聖母マリア像、ね、神々しいよ、はい、ユニちゃん、ろうそくを捧げるそうです。ろうそくを捧げる方は献金をお願いします。よし、やった、やった、はい、初湯に帰ります。帰ります。怖いと思う。怖いよ。じゃあ行くか。ちょっとゆっくり行きよう。 OK。 ギアが軽い。
折右だ